案内人の浅香です。中国が最新鋭ステルス戦闘機 FC-31 を売り出しした情報をキャッチしました。今回はこの FC-31 ステルス戦闘機を詳しく見ていきます。あれですね、F-35 戦闘機の総発版って感じで、パクリ商品です。気になるのはステルス性能でしょう。中国の最新鋭戦闘機といえば、いわゆる第5世代戦闘機であり、近年に、ようやく、機関部の国産化の目途が立ち、今後、急速に配備数を増加させてくると、予期されている J20 を、真っ先に頭に浮かべる方が多いだろう。しかし、中国では、こうした J20 とは別に、輸出用の第5世代戦闘機も並行して、開発を進めており、同国の遼寧、以上信用に、本拠地を構える信用引き工業集団は、独自に、別の機体を準備している。この信用引き工業集団が、開発を行っている第5世代戦闘機こそが FC-31 であり、稀に中国軍が正式採用した際に付与される形式名 J31 で呼ばれることもあるが、厳密には、未採用で、輸出用の機体とされる。この FC-31 は、広東省玉海市の樹海金湾空港において、各年で開催されている、中国国際航空宇宙博覧会の2014年時に初披露され、J20 よりも小型でありつつ、同様に、総発の機関部を備える同機の存在は、広く知られることとなった。続いて、FC-31 の知名度を向上させたと、おぼしき出来事は、2020年に発生し、それは、中国の SNS であるウェイボー上に、同機のテスト飛行中とされる写真がアップされたもので、実用化が近いであろうことを予見させたと言える。J20 が、ステルス性能を追求する上では、難があると言われている、カナード翼を装備していることに比して、FC-31 は、アメリカの F-22 ラプターや F-35 ラトニング2に、全体のフォルムも近いものを感じさせる機体でもある。こうしたデザイン上の特徴からも、FC-31 は、J20 よりも、レーダー反射断面積が低減されていると見られており、複数回の仕様変更の末に、現状のような、アメリカのロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機に類似してきたものだと言えそうだ。前述のように、中国軍には、これまでのところ FC-31 を採用する計画はなく、同機は、輸出用に製造される機体であるとの見通しが表明されていたが、2020年7月に、中国メディアの環球時報が、新型の航空母艦艦載機の開発を伝えたことで、多少変化も生じた。それは、そこで報じられた中国海軍向けの新型の航空母艦艦載機が、この FC-31 をベースにして開発されているのではないかとされたためであり、今後収益させる予定のカタパルト搭載型の航空母艦に向けた機体である可能性が高まった。これを裏付けるかのように、2021年6月には、湖北、釜山の武漢にある中国軍の施設に、FC-31 のシルエットに類似した機体の原寸大のモックアップが確認されており、その後の続報は、ないものの艦載機、仕様があることは間違いないようだ。さて、こうした一連の動きで、認知率は徐々に向上してきた FC-31 であるが、肝心の輸出需要という点では、パキスタンやアルゼンチンが検討しているとの情報もあったが、現時点では、いずれも確定していない模様で、新たな報道はない。ただし、中国は、FC-31 の海外輸出を本格化させる計画を推進しており、今年2022年2月には、同機を戦略商品としてセールスするため、これを推奨する組織を設けており、アメリカの F-35 ライトニング2や、ロシアのチェックメイトと互いしての受注を狙っている。そうした活動の手始めとして、
中国が動いたのが、中東のサウジアラビアを対象としたもので、同国で開催された展示会に、各種の対空システム類や輸送機、無人航空機を多数送り込み、その中に FC-31 も無論含まれていた。中国での報道によれば、開催国であるサウジアラビアは、もとより同じく中東のイエメンやイラクなどの国々の関係者が、これに興味を示したとしており、自国を持ち上げる傾向があることを考慮しても、第5世代戦闘機への関心は高いのだろう。そもそも、2022年3月の現時点で、海外への輸出が行われている第5世代戦闘機は、アメリカロッキード・マーチン社の F-35 ライトニングにのみであり、これは、日本を含むアメリカの同盟国、準同盟国に限定されている。中東地域で、現在までのところ、唯一の F-35 ライトニングに採用国となっているのはイスラエルのみで、同国は、通常滑走路で運用する A 型を、50機導入済み、追加で25機まで拡張される可能性があることが、ほぼ、間違いないと見られている。さらに、イスラエルでは、現在運用中の F-16C 及び D ファイティングファルコン約130機弱を F-35 ライトニングに A 型に置き換えることも検討中とされ、これが同数で代替されるとなると、日本の147機を抜いて本国アメリカに次ぐ世界2位の保有数となることも考えられる。イスラエルはアメリカと強固な軍事的関係を構築しているため、ここまで行く可能性も極めて高く、現実的にもあり得ると揉めされているが、そのイスラエルの中東地域における軍事的な優位性を担保するためもあり、近隣国への同機の輸出にはアメリカも慎重だ。そうした中で、2020年にそれまでの対立姿勢を改め、イスラエルとの国交を回復したアラブ首長国連邦に対し、アメリカはその動きを評価し、最大で50機とされる F-35 ライトニング 2A 型と無人航空機等を一度は輸出する契約を締結した。これは、アメリカにおいて前トランプ政権での最後日、2021年1月20日での決断であったが、後を継いで、政権の座についたバイデン大統領は、アブ首長国連邦が行った、イエメンやリビアへの攻撃を考慮して、その履行を中断させる。このバイデン政権の動きを受けて、アラブ首長国連邦側も、2021年12月は、アメリカとの間での F-35 ライトニング2A 型の調達協議が、一時中断となったことを正式に表明、イスラエルに次ぐ中東国としての同機の導入は、閉ざされることとなった。こうしたアメリカ政府の判断によって、政治的に、F-35 ライトニング 2A 型の輸出の可否は左右されるため、これは、同国が、同機を、外交のカードとして、自国の政策に従わせる、有効な手段と化しており、特に、中東においては、そのハードルは高い。しかし、第5世代戦闘機という括りで見れば、ロシアが輸出を目指している、チェックメイトも、同国の苦しい経済状況により、無事に製造を行うことが困難と見られており、その意味でも、中国の FC-31 は、それらのニーズを汲み取る可能性がある。ただし、今回中国が交換色だったと見ているサウジアラビアも、戦闘機としては、F-15C、D イーグル、ユーロファイタータイフーン、戦闘爆撃機としては、F-15S、A イーグル等西側諸国の機体を採用してきており、兵装面を含め、容易な調達には疑問符がつく。そのため、どちらかといえば、従来より、旧ソ連、現ロシア製の戦闘機を採用している国の方が、中国の FC-31 に対する、親和性は高いのではないかと、
個人的には思えており、ロシアの今後の動向いかにこれはかかっているようにも見える。近年の戦闘、戦争では、トルコ製の無人航空機、バイラクタル TB2 が、その有用性を世界に示していることもあり、中国が FC31 のセールスを軌道に乗せるには、こうした分野との抱き合わせで安価に提供する戦略が近道のようにも感じられる。トルコといえば、ロシアから、後対空ミサイルシステム S-400 の調達を強行したため、アメリカから F-35 ライトニング 2A 型の供給を止められたことも記憶に新しいが、同国が開発を進めている第5世代戦闘機が台風の目となる可能性もあるだろう。